ん？なんだ？我がなんでこんなにアップになっているかであるか？今回は、なんといってもこの、瞳の講座であるからな。意外と、綺麗な目をしておるであろう。ん？我は、最果ての魔王、ディープブリザードである。こたびは、特にリクエストも多く、様々な疑問質問をいただいていた、瞳の塗り方について話をしていこうと思う。様々な手法がある瞳の塗り方ではあるが、今回は基本的なところから、色使いや応用編などについて話を広くできていければと思っておるであるぞ。とはいえ、いきなり実践をするのではなく、まずは、目というものがどのようにできておるかということを知っておこう。ではまず、人間の目の構造について簡単に説明をしよう。横を向いておる目の構図は断面図となっておることをあらかじめ言っておこう。まずは、目のレンズのように膨らんでおる部分、ここを角膜と呼ぶ。絵などではよく黒目と呼ばれる部分であるな。そして、角膜以外の部分、この膜を強膜という。これは絵などでは白目と呼ばれておる部分になるな。虹彩は角膜の下にあり、この部分が動くことで瞳孔の大きさが変わるのである。そして瞳孔、ここは名前の通り穴が開いており、実際には光を通さない部分のため黒く見えている。この4つのパーツが絵を描く上で大事なパーツになってくる。そしてまぶたやまつげがついた状態がこちらになる。このように目を覆うようにまぶたはついている。そして光が差し込むことで、そのまぶたの影が角膜や強膜に差し込み影となるのである。そしてハイライトは角膜の一番光に近い部分に発生をする。これをイラストでデフォルメして再現したのが目の描き方になる。これを踏まえた上でキャラクターの目の描き方を実際にどのようにやっていくのかを見ていこう。では今回の瞳の塗り方のレイヤー構造を見ていこう。この通り、瞳のレイヤーだけ別に分けて瞳の色を塗りやすく今回はしておる。これを使って瞳を塗っていこうと思うであるぞ。まずは瞳のベースの色を決めていく。今回は参考として青色の瞳を塗っていく時の塗り方を見せていこう。まずはベースを水色で塗り、その上にクリッピングマスクで新しいレイヤーを通常レイヤーもしくは上山レイヤーで用意する。今回は上山レイヤーで用意した。そして色相を少しずらした少し紫色に近い深い青色を選び、それを使って虹彩と瞳孔の色を塗っていく。塗り方に関してはブラシツールやペンツール、エアブラシツールなど自分の好みで色を選んで塗っていくと良いであろう。虹彩の色の深さを表現するためにもう一段階濃い青色を使って描き込んでいく。こうすることでよりはっきりとした黒目の目力の強さを表現することができるであるぞ。次に新規レイヤーを上山で作り、これも瞳のベースにクリッピングする。そしてエアブラシツールで柔らかく大きなグラデーションをつけていく。こうすることでまぶたからかかっている影を表現することができるであるぞ。そして色の深みを出すために今回新たにスクリーンというレイヤーを使う。まずはこれの説明をしよう。ではまずはレイヤーのおさらいをしていこう。通常レイヤーというのは下のレイヤーの影響を受けない。上山レイヤーは下の色とレイヤーの色を掛け合わせて元よりも濃い色になる。スクリーンのレイヤーというのは上山レイヤーの逆で下の色と色を掛け合わせ合い明るい色にするという効果を持つ。明度の低い色ほどスクリーンのレイヤーの影響を受け、明度が高い色ほどスクリーンの影響を受けづらいというのがわかるであろうか。これによって全体の色味や雰囲気を変えることができるレイヤーとして活用できるであるぞ。ではスクリーンレイヤーを作成し、そこにエアブラシツールを使って虹彩と角膜の部分に色を置いていく。
光することで光彩の色の深みや角膜に光が当たっているような表現をすることができ、瞳に深みを出すことができるであるぞ。そして線画レイヤーの上に新しいレイヤーを作り、クリッピングマスクを施し、瞳の色をなじませるように色トレスを行っていこう。それが済んだら一番上に新しいレイヤーを通常レイヤーで作成し、瞳にハイライトを置いていこう。今回は我がよくやるやり方でハイライトを置いていこう。このように色を置いてから白色でくり抜くことで、よりキラキラとした瞳を再現することができるであるぞ。これで基本的な瞳の塗り方は完成である。ここから様々なバリエーションの方法を見せていこう。まず先ほどまで塗っていた青い瞳の場合は、水色から青色へ微妙に色相を変えながらベースを塗っていき、グラデーションは濃い紫を使う。仕上げのスクリーンでは紫と緑を使うことで、瞳の色に深みと明るさを加えているのがわかるであろうか。緑の瞳の場合も同じように、ベースは色相をずらしながら塗っていき、グラデーションは濃い青色を使い、仕上げには明るいグリーンとイエローを使うことで爽やかな印象に仕上げている。黄色の瞳の場合は琥珀の色使いになるように、やや茶色めのイエローを使っていく。グラデーションは濃いめの赤茶を使い、仕上げのスクリーンは赤と明るめの黄緑を使うことで爽やかな仕上がりになっておる。赤系の瞳はルビーのような深い赤になるように、ややピンクめのベースから明度を下げた濃い紫色に近い茶色を塗っていく。グラデーションはやや濃いめの紫で塗り、仕上げのスクリーンはブルーとピンクを使うことで鮮やかさを表現しておる。茶色の瞳はベージュ系のブラウンから焦げ茶色にベースを塗っていく。グラデーションはワインレッドを使い、仕上げのスクリーンは明るめの色を今回は使っておる。仕上げの色を抑えることでしっとりとした色使いにもできるであるぞ。黒い瞳を描く場合は、ただ無彩色の色を使うだけでなく、ベースの色やグラデーション、仕上げに至るまで明度の低い色ではあるが、色相の違うものを使うと深みが出るであるぞ。灰色系の瞳も同じように、ブルー系のグレーのベースを使い、グラデーションではグリーンを、仕上げでは紫と明るい水色を使うことで単純さを回避しておるぞ。次に瞳のハイライトのバリエーションを見ていこう。これは我がよく使っておるハイライトの塗り方だが、それ以外にもたくさんあるであるぞ。このようにハイライトをエアブラシで塗ることで柔らかい印象の瞳にすることもできるであるぞ。ハイライトを瞳の中央付近に横向きに置くことで、クールでシャープなイメージを出すことができるであるぞ。瞳孔の部分にハイライトを置くことで、少し人間ではない印象や、どこか焦点の合わない不思議なイメージを瞳に持たせることができるであるぞ。ハイライトを小さくすることで目の印象を上品にし、目を小さく見せる効果も出せるであるぞ。逆にハイライトを大きくすることで元気で可憐なイメージが増し、瞳を大きく見せることができるのである。またハイライトをこのように星の形など様々な形にしてみても、また違った印象になるので、いろいろと試してみてほしいのである。ではより瞳を輝かせる方法を伝授しよう。まずは通常レイヤーで新しいレイヤーを新規作成し、ブラシツールなどで瞳の中に色を点々と置いていこう。2色か3色使って色を置くと、よりキラキラと瞳の中が宇宙のように輝く姿を表現できるであるぞ。また既存のブラシを使って瞳をキラキラとさせる方法もある。これはキラリ三角というブラシをスクリーンレイヤーで合成するものである。こうすることで簡単に瞳の中に輝きを宿すことができるであるぞ。瞳の塗り方は他にも、光彩の形を変えてみたり、瞳孔の形を変えてみるなどすることで、また違った印象にすることができるであるぞ。ここには一例を示しただけではあるが、このようなことをいろいろ試してみることで、よりうぬが描く絵の幅は広がっていくであろう。瞳を描くと言っても、どのように描けばどのようになるのか、どのような色使いがどのような結果をもたらすのか、どのように仕上げることでどのような結果になるのか、そのような様々な要素が交わることで、瞳というものは深く魅力的になるということが分かったであろう。
次回はイラストでキャラクターにメイクをするという方法を教えようと思う。これを学ぶことでキャラクターをより深いものにすることができるぞ。ではまた。最果ての地がウヌだと我を引き寄せるであろう。この絵にし忘れるでないぞ。うわぁ、はっはっはっは。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。高評価、チャンネル登録もぜひぜひお願いいたすであるぞ。